山下さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は3月の下旬ということで、はい、まあ、たまたまエージェントミーティングがあって、はい、まあ、動画撮らなきゃと思って今僕が山下さんを誘っていいのに至るんですけど、まあ、ちょうどこの3月下旬ということでマイナス金利解除のニュースがありましたね、はい、それに伴う不動産マーケットへの打撃とか、うん、まあ、あと我々エージェントが現場で働いている中で、はい、まあ、そういったニュースが今後どういう影響を与えるのか、うん、まあ、みたいなところ結構気になっている方いらっしゃると思うんで、そうです、まあ、そういったところを話せればなと思うんですけど、はい、でも今年マイナス金利解除されるっていうのは間違いないかなっていうのを界隈で言われてたことで、うん、まあ、そんなにインパクトはなかったかなっていう印象なんですけど、はい、でまだ実際これ撮影してる段階ではこれからって感じだと思うんですけど、うん、でもお客さんの中でもまだそんなに話題に出てないかなっていう、だからどうしたのみたいなですね、はい、会社さんはそんなに気にしてないかなっていうところで、多分4月以降ですね、銀行が金利を発表してそれで実際影響があるのか、まあ、大手メガバンクさんですと店頭金利 2.47、うん、でそこからまあ何パーセント引き下げみたいなところが結構一般的かなと思うんですけど、うん、そこが例えば店頭金利が 0.1% 上がりましたって言ったら、ちょっと買い主さんも焦るというか、固定金利も視野に入れたりとか、もしくは購入を一旦見直そうかとか、そういう動きがあるかなと思うんですけど、3月下旬の段階では何とも言えないかなっていうふうには思ってます、ね、そうですね、はい、私のお客さんも同じで、まあ、マイナス金利解除されたからといって物件買いたいのは変わらないし、うん、早くローン組んで残債を減らして動きを取らないとそれこそ後々大変だということで、むしろ早く物件探さなきゃっていうふうに思われてる方多いんですけど、まあ、多分私が少数派なのか分かんないですけど、まあ、逆転の発想で逆にこういったニュースがあると売らなきゃっていう人増えてくると思うんですよ、うん、東京オリンピック2020年あれ超えたら暴落しますみたいなお話言われてましたね。で実際に私も前職の時売却をメインに動いていた時に、はい、まさにそこをこう気にされる方がすごいいて、で、まあ、結果的にその方も買ったタイミングも良かったんで気持ちよくお取引はさせていただいたのですが、うん、本質的じゃないって言ったらあれなんですけど、うん、そういった理由でこうやっぱり売りたいっていう方が一定数いらっしゃる中で、それでいくと今回のニュースは結構コンサバというか、うん、投資家としての目線で、あ、もうこのニュースはもうすぐ今の家売って次の何かに変えようみたいな風に思ってる方が一定数いれば、その方は多分もうすぐ査定依頼出すと思うんですよ。なんでおそらくこの3月下旬ぐらいにそれこそタワーマンションを持ってる方とかでそういった方がいるのであれば、おそらく査定依頼を出して、まあ、一括査定とかやって、まあ、1週間ぐらい各不動産会社に中見てもらって、まあ、一番いい査定金額のところでおそらく売り出し開始をするというところの可能性があることを考えますと、まあ、多分4月入ってから物件増えるんじゃないかな。でその物件が仮にじゃあ一括査定とか高かったとしても、今の不動産市況もいいものはどんどん高く売れているので、本当にいい物件が多少高いぐらい買えるんだったら持つ上では悪くはないのかなというところもあると思いますので、逆に私はすごいチャンスというか、うん、というふうに思うんです。そうですね、購入者の方にとってはチャンス、いい物件が出てくる、在庫が増えていくというところが考えられるので、まあ、確かに東京オリンピックが過ぎたら暴落するんじゃないかっていうのすごい言われてて、うん、まあ、実際何もなかったと、むしろどんどん上がっていっちゃったと、うん、ですね、はい、まあ、長嶋さんなんかもね、ずっとそれは全然関係ないよと言ってて、うん、過去のオリンピック前とオリンピック後の市況を見ても全然それ関連性がないよっていうところで、まあ、明らかにメディアのこう煽りであったりとかっていう部分があったのかなと思うんですけど、まあ、今回の金利の引き上げっていうのも一定数こうメディアのなんか煽りっていうのちょっと入ってきてるかなと思うんで、ただそうは言っても売り側の目線としては下がるんじゃないかっていうところで査定依頼が増えていく、まあ、本当にそれは購入側からするとチャンスかなというところですね。そうですね、はい、まあ、確かに金利が上がると月々の借り額も上がってしまうので、うん、まあ、そこも表裏一体的なところあるんですけど、はい、で言えば逆に変に攻めすぎず、だいたい年収の 8.5 倍ぐらいで住宅ローンを組めてしまうっていうのが今のマーケットなんですけど、はい、まあ、そこを例えば7倍ぐらいまでに収めるとか、うん、まあ、年収1000万だったら7000万以内とか、はい、みたいな感じでちょっと抑えて不動産を購入していくっていう動きを取れるのであれば、うん、まあ、なおさらその中でちゃんと物件を見極めて、まあ、余裕を見た資金計画を組めればいいのではないかなというふうに思います。仮説としてなんですけど、はい、金利が上がるっていうことで、それが、まあ、銀行の基準金利が上がってったら、やっぱり買い主さんももっと余裕を見た資金計画、まあ、今まで8倍だったの7倍とか 6.5 倍とかっていうところで今後の金利上昇を見据えた資金計画をするので、借り入れする額が減ってくっていうところで不動産の下落圧力になってくるんじゃないかなと思います。ということで、はい、まあ、我々の見解としてはマイナス金利の解除のニュースがあったとて、まあ、大きく市況が壊れるかというとそういうわけでもないし、まあ、むしろいい物件が売り出されてくれる可能性あるということで、うん、まあ、結構前向きに捉えているという形ですかね。基本的には前向きというか、特に高額帯の金額購入される方、パワーカップルであったりとか上場企業をお勤めの方とかというところは 0.1% 上がっても全くちょっと気にしないのかなっていう、なので、まあ、より三極化っていうのが先鋭化されるというか、高額帯の物件は金利が多少上がってもそんなに下がらないかなっていうところで、中間の7割の物件っていうのがちょっと下落圧力になってくる可能性があるかなっていうところで、それはちょっと今後の動向としては注目していく、まあ、必
要があるかなと思いますね。そうですね、はい、もちろん東京都だったら千代田区とかってもうピンキリというか、3億で売れる物件もあれば7億で売れる物件もあったりする中で、ただ例えば千葉のちょっと奥の方ってなると新築戸建てが例えば3000万台でも売れないとかっていうのがあると思うんですけど、そのエリア内でいわゆるいいものがいくらぐらいで売れてるのかみたいなところから逆算をして、自分が買おうとしてる物件はそこのもう天井ぐらいの金額になってしまうのか、もしくはちゃんとディスカウントされているのかみたいなところで、まあ、そのエリア内でいい物件を買っていくっていう動きが取れるんだったら、まあ変なことはないのかなというふうには思うんですけどね、うん、ということで、はい、まあ、ちょっと今マイナス金利の解除の観点からのちょっとお話をさせていただいたんですけど、この 1,2,3 月例年と比べてどうですかっていうお話もちょっと思ったんですけど、はい、どうです、去年と比べて忙しかったですか？いや忙しかったですいや本当におかげさまで前回の動画で一人のお客さんから3件ぐらい申し込み取ったっていう山口さんのお話たまったと思うんですけど、はい、そういった意味ではどういったところが特にお忙しくなりました？まあ例年ではあると思うんですけど 1,2,3 月動いてるなっていうのと、プラスアルファちょっと去年って若干動き悪かった気がするんですよね、うん、全体的な指標としてちょっと頭打ち感があって様子見してるお客さんもいたなって感じなんですけど、まあ多分もしかしたらそのさっき言ったマイナス金利の影響もあってか、今のうち買っていこうっていうマインドが働いて結構買い主さんが動いてるなっていう印象でしたね。おお、なるほどですね。まあこの 1,2,3 月が終わりを迎えて中で4月からどうなっていくかみたいなところ、うん、山木さん的には展望としてはどうお考えですか？ 1,2,3 で3月で区切りつくじゃないですか、はい、結構見直す方が増えてきてるのかなと思って、はい、不動産会社を見直すであったりとか、うん、売れなかったんで見直す、うん、あとは購入でどん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 自分の欲しい物件が上がってったんで、うん、本当に買っていいかっていう、まあ、多分毎年そういうのはあると思うんですけど、より一層そういう方が増えるんじゃないかなと思って、うん、一旦ゼロにリセットされるじゃないですけど、そこからじゃあどうするかっていう見直しのタイミングが入ってきたんじゃないかなと思います。お、なるほどです。どうでしょうか？どうでしょうまあそうですね、3月を超えると前に私と村瀬さんに撮った動画でもあったんですけど、村瀬さんは新築を3月29日に、何十年も前ですけど、ご購入されて、その時って何十年も失礼です。確か何十年も前に村さん購入されて、で確かその時は買おうっていうよりかはちょっと見に行こうかなで買ってるんですよ。なのでおそらくこの3月で本当に買いたい層と、買えるんだったら買おうかなぐらいちょっと中間層と、いや今そんな考えてないよって層があるんですけど、上から1つ目と2つ目は多分みんな買っちゃってるんですよ。なんで4月になると今売り出し中のお客さんとかはその下の層の人をうまく誘致しないといけなくなるので、ちょっとこう売却の戦略っていうのは考えないといけない。あ、なるほど。という中でその3月じゃ売れませんでしたってなった時に、まさに山木さんおっしゃった通り、売り主さんもこっからどうしよう、私の担当者どこまで考えてるかなっていう風になると思うので、そこで、まあ、明確な回答がなかったりとか、まあ大丈夫じゃないですかとかってこう感覚的な話ばっかりだったりすると、まあしびれを切らして不動産会社さん変えたりとかっていう風になるのかなと思うんですけど、まあ売買契約っていうのは通常3ヶ月が上限なので、3月で切れる4月で切れるって言った時に何も戦略なく、とりあえずじゃないですけどもう3ヶ月頑張らせてくださいっていうところはちょっと危険かなと思って、やっぱりその3月4月の入るタイミングでそこで売れなかったんであれば次の戦略っていうところで、さっき鈴木さんが言ってたふとした瞬間に目について、実はそんなに買おうと思ってなかったけど潜在的なニーズが掘り起こされてそういう気持ちにさせるっていうか、逆にそういう販売詰めの作り方であったりとか、うん、そういう訴求していくポイント、まあ、そこを見直していくのがまあいいんじゃないかなと思いますね。ですね、はい、現に私も購入メインで動いている中でよくあるのが、はい、1,2,3 月物件探したけどいいものが出ませんでした、4月になって我々のような物件選びからやりますよっていう会社に、私にふさわしい物件なんでしょうかっていうことで、例えばもともと東京の西の方で物件探していた方がちょっとなかなか予算には物件ないからって言って、でも都心まで1時間で行けるところってなった時に、あ、じゃあ神奈川の茅ヶ崎の方行きましょうかとかって提案をして、まあ、そっちご購入される方とかいらっしゃるので、はい、さっき私すぐにでも買いたい層と買いながら買おうかなぐらいの層の方皆さんいなくなるってお話したと思うんですけど、買いたくてもいい物件巡り合わなかった層を他の物件に目線を変えてもらうことによってご縁を結ぶみたいな動きはあると思うので、まさにそこのターゲット層に気づいてもらうためにどうするかみたいな戦略が必要になってきますし、買いたい物件が本当あるんだけどなかなか出てこなくて買えないとか、もしくは買い逃しちゃったという中でもう一度ちょっと一から整理をした上で物件買いたいなという方なんかいらっしゃったら、まさに弊社のような物件探しからお手伝いしますよというところにこうご相談いただくと、はい、まあ、いいご縁があるのかなというふうに思います。そうですね、取り留めのない話に
なっちゃったんですけど、はい、今日のお話の中でもう少しエージェントと話をしてみたいとか、うん、売却でちょっとなかなか売れなくてちょっと戦略のところからちょっとセカンドオピニオンしてもらいたい、もしくは売買お願いしたいとか、うん、あとは購入もちょっと一から私にふさわしい物件なんだろうっていうのを提案してください、はい、という方がいらっしゃいましたら、ぜひ概要欄のリンクからお問い合わせいただけたらと思いますので、はい、今回お話しさせていただいた山木と私鈴木の方でちょっとお話聞きたいですっていう場合は、弊社指名制度も設けておりますので、ご希望の方はぜひそちらも記していただけたらと思います。まあ、ぜひ動画の内容でもいいですし、他に全般的な購入売却に関すること、問い合わせまでいかなくても気軽に YouTube でコメント残していただければ必ず返信しますので、コメント残していただけると我々もかなり励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。